西鈴蘭台駅は、兵庫県神戸市北区北御用1丁目にある、神戸電鉄青線の駅。駅番号は、キロバイト42。相対式2面2線のホームを持つ、地平駅。鈴蘭台より単線、しじみより複線の行き違い駅でもあり、ホーム有効長は5両。駅舎は3番ホーム青よりにあり、4番ホームへは、跨線橋で連絡している。かつての西鈴蘭台駅は3面4線で、1、2番線は新開地からの終着線であったが廃止され、駐車場に改築されている。現在は3番線から西鈴蘭台発の折り返し電車が出ている。2017年3月のダイヤ改正で、昼間時間帯の当駅発着の列車が設定されたが、この列車は直接折り返さずに、一駅青おかたの間駅の留置線まで回送される。沿線高ネットワーク接続の駅、つとむ遠隔システムが導入されており、センター駅から自動券売機、自動改札機、自動精算機、TV カメラ、インターホン、シャッターが遠隔操作される。そのため駅員巡回駅となっているが、駅舎があり、係員がいることが多いという現状があり、実用上では有人駅同然となっている。神戸市統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は4268人である。南側しか改札がないため、駅北側へは新鉄植才館横の跨線橋を渡る。新鉄バスの方向幕は、鈴蘭台駅行きとの混同を防ぐため、西の字を赤くしている。また、一部の路線では、西鈴駅前と略されている。ありがとうございます。